プレタポルテとは、高級な寄生服を示すカタカナ語、ファッション用語。本校で聖述する。単に寄生服のこと。フランス語のプレット・アポーター。フランス語で、レディ・ーツー・ウェあるいはレディ・ーツー・キャリーを意味するプレット・アポーターが語源。フランス語でプレットは、用意ができている。ポーターは、着るという意味であり、アワ・フ・テイシを導く、前置詞である。オートクチュールは、 限られた個人客からの注文を受け、個人の体型に合わせ、手作業で制作した服を顧客に渡すという流れで、あるが、プレタポルテは、基本的には、卸売業者からトルソーを使い、立体裁判による型紙作りを経て、大量受注して生産する流れとなる。かつて既製服は、既製品という意味を持つ、コンフェクションやレディメイドと呼ばれていたが、 これらの言葉は大量生産された粗悪な安物というニュアンスを持っていたため、それらと区別するために、プレタポルテリ一体裁断、産業パターンという言葉が生まれた。その後、全体的な規制服の品質が向上し、プレットアポーターは規制服一般を示す言葉となった。一方、日本語では当初の区別のまま、プレタポルテは高級規制服という意味で使われている。 世界最大の高級規制服展示会であるパリコレクションは高級注文服展示会から派生し1960年代から開かれるようになったパリプレタポルテコレクションでは日本人を含むフランス国外のデザイナーも大勢活躍しているオートクチュールコレクションよりもプレタポルテコレクションの方が規模が大きいため今ではパリコレといえば プレタポルテコレクションを指す場合が多い。5大コレクションと呼ばれる規模の大きい展示会で、パリ以外のロンドンコレクション、ミラノコレクション、ニューヨークコレクション、東京コレクションの4社はいずれもプレタポルテコレクションである。現在では、オートクチュールのブランドのほとんどが、プレタポルテも手掛けている。ありがとうございます。